世界中から愛されている愛子さまのお相手最有力候補とは、現在22歳になられた愛子さまは、今上天皇と皇后雅子さまの第一王女でいらっしゃいます。現代日本では晩婚化が進んでおり、愛子さまのご結婚の話題を持ち出すのは早計に感じられるかもしれません。しかしながら、愛子さまのパートナー候補や皇室の将来について関心を寄せる人は少なくないのではないでしょうか。今回は愛子さまのお相手候補として名前が挙がっている旧加谷の宮家についてお話しします。加谷家は戦後に皇籍を離れた旧宮家の一つです。現代に至るまで断絶することなく残っている旧宮家はわずか5家のみであり、加谷の宮、国の宮、東国の宮、武田の宮、伏見の宮がそれに該当します。旧宮家は旧皇族とも呼ばれ、皇族の身分を離れた人とその男系子孫を指します。現行の皇室典範では1947年10月14日に親戚降下、皇籍離脱した11宮家51名とその男系子孫が旧皇族にあたると考えられています。日本の宮家とは、宮号を与えられた皇族男子を祖とする皇族一家のことを意味します。現代日本には秋篠の宮家、日立の宮家、三笠の宮家、高円の宮家の4つの宮家しか存在しません。皇族男子の中で皇位継承権を持つのは長子のみであるため、第2子以下は皇籍を離脱するか、新たな宮家を設立して独立する必要があります。秋篠の宮家も今上天皇の弟宮である秋篠の宮文仁親王のご成婚に伴い増設されたものです。宮家の継承は原則として男子の長子に限られ、養子は認められていません。そのため、宮家に継承者がいない場合、宮号は継承されず断絶することになります。こうした継承と断絶の繰り返しにより、現在の宮家は4家のみとなっているのです。先に述べたように、その宮家のうち11家が1947年に皇籍を離れ、旧宮家となりました。第二次世界大戦で敗れた日本は、GHQ の指示により、昭和天皇の直系、及び秩父の宮家、高松の宮家、三笠の宮家を除く、11の宮家51名、男子26名が、皇籍から離脱することになったのです。これら11宮家は、室町時代から続く、世襲親王家の筆頭である。伏見の宮家の男系子孫にあたります。 GHQ が宮家を減らした狙いについては諸説あります。それまで荒人神とされていた天皇陛下や皇族を減らし弱体化させることで、日本の非軍事化と民主主義を推進しようとしたという見方もあります。一方で、終戦直後に皇族の数人が自ら皇籍離脱を望んだという話もあり、真相は定かではありません。ただし、戦後間もなく皇籍を離脱した宮家には一時金として100万円、現在の価値で約8000万円が支払われたそうです。しかし、 GHQ は皇室の財産に 90% とも言われる高額な税金を課したため、宮家の手元にはほとんど財産が残らなかったと伝えられています。旧皇族というと高嶺の花のような存在で、豪奢な暮らしを送っていたというイメージを抱く人も多いかもしれません。しかし、莫大な税金によって財産のほとんどを奪われた状況では、豪華な生活は望めなかったでしょう。そうした厳しい中でも、加谷家をはじめとする旧宮家の方々が誠実かつ地道に生活を営んでこられたからこそ、旧皇族としての誇りや気品が現代まで失われずに保たれているのだと言えます。さて、旧宮家の一つである加谷の宮家の成り立ちをご存知でしょうか。加谷の宮家は1900年5月9日、国の宮厚彦親王の第二男子、国の竜王によって創設されました。本来、国の竜王は兄が1歳にも満たないまま亡くなったため、国の宮の宮号を継ぐ予定でしたが、国の竜王自身も幼少期から体が弱かったため、弟の国吉王に継承権を譲り、新たな宮家を立ち上げたのです。加谷宮の名は、父である朝彦親王が国の宮創設前に名乗っていた宮号に由来します。ちなみに、国の宮家は昭和天皇の妃、
皇順、皇后のご実家としても知られています。本来は兄の国宣王が設立した茅の宮の方が、弟の国吉王が継いだ国の宮家よりも皇位継承順位が高かったのですが、現在では国の宮国吉王の子孫が天皇家とつながっています。先に触れたように、1947年に二代目の常宣王の代で、茅の宮家は皇籍を離れ、旧宮家となりました。国の利王の第一男子である二代目茅の宮、常宣王は陸軍軍人で、東京や名古屋で各部隊の師団長や陸軍大学校長などを歴任されました。そして、早い段階から昭和天皇に第二次世界大戦終結の請願を求めていた方でもあります。終戦が決まると、茅の宮家の親戚効果も主張されたのです。功績を離れ、茅常宣となった後は、日清生命社友会会長などの公職を務められました。常宣王の第一男子、国永王は、京都大学経済学部を卒業後、東京銀行や日本国土開発などに勤めた後、茅政治経済研究所の所長を務めました。国永王は、大学生の頃に功績を離れ、茅国永となっています。なお、国永氏には、ご子息がいらっしゃいません。そのため、四代目茅の宮は、常宣王の第二男子で、国永王の弟である、春宣王なのです。春宣王は、東京大学法学部を卒業後、外務省に入省されました。国際連合一等書記官や、在アメリカ合衆国日本大使館、一等書記官などを経て、各電局長に就任されています。他にも、外務省経済局次長や、各国全権大使、外務省研修所長など、要職を歴任されました。偶然にも、皇后雅子さまは、春宣王の教え子で、雅子さまの父、久志さんは後輩だったそうです。不思議なご縁を感じずにはいられません。春宣王にも、ご子息はいらっしゃいません。現在の当主は、五代目の茅正則氏です。正則氏の父で、常宣王の第三男子である、秋宣王は、春宣王よりも早く他界されていたため、そのご子息の正則氏が当主となったのです。旧宮家と皇室は、皇室親族による親睦会、菊江親睦会を通じて、つながりを保ち、皇室を支える役割を担っています。多忙な公務や、皇室の歴史と伝統の重み、国民の求めるものの変化など、皇室には様々なプレッシャーやしがらみがあります。そうした中で、皇室に最も近い親戚として、旧宮家の方々が支えてくださっていることは、心強い限りでしょう。特に、昭和天皇に第二次世界大戦終結の請願を求めるなどは、宮家の方々ならではのお働きだったと思います。功績離脱後は、歴代の当主が一流大学を卒業し、国民と同じように、勤労に励んでこられました。春宣氏のように、外交官として、世界中で我が国のために、活躍された方もいらっしゃいます。第二次世界大戦の敗戦国となり、GHQ の統治下にあったという事情もあるでしょうが、旧宮家という立場におごることなく、幅広い分野でご活躍されてきたお姿は、もっと広く知られて、叱るべきではないでしょうか。五代目の茅正則氏は、学習院初等科から、学習院大学に至るまで、今上天皇の御学友であり、黒田清子様のお相手候補としても、名前が挙がったことがある方です。さらに正則氏は、今上天皇が皇太子時代、ご結婚前の雅子様と、三人で食事を共にしたこともあるのだそうです。その食事会がきっかけで、成人親王当時と、雅子様の仲が深まったことから、茅正則氏は、お二人のキューピッドだとも言われているのです。このように、茅家は単なる旧宮家というだけでなく、今上天皇を様々な面から支えてこられました。正則氏が当主であることは、天皇家にとっても心強いことでしょう。しかし最近では、今上天皇と正則氏の関係が疎遠になっているという噂も聞かれます。きっかけは、正則氏が当時皇太子だった、成人親王の東宮侍従に就任するという話だったそうです。東宮侍従とは、皇太子に仕える文官で、秘書のような役割を果たします。成人親王から信頼され、同世代として相談に乗ってもらえる、正則氏は、東宮侍従に適任だと判断され、内示が出たのです。ところが、正則氏の、東宮侍従就任に反対する人物がいました。
それは、鳴人親王ご自身だったのです。鳴人親王は、かつての語学言うと、上司と部下の関係になりたくないとおっしゃり、宮内庁長官に異議を唱えられたそうです。最終的に正則氏は、宮内庁に入庁したものの、東宮侍従への就任はなく、外務省への出向を命じられました。その結果、鳴人親王と正則氏の間に溝ができ、お二人は疎遠になってしまったのでは、と噂されるようになったのです。一方で、お二人は今も家族ぐるみの付き合いを続けているという報道もあります。真相のほどは定かではありませんが、長年培われてきた友情が壊れてしまうのは、残念なことですね。特に、天皇陛下というお立場では、ご友人を作ることが難しいと思われます。窮地の中である、お二人の絆が保たれていることを願ってやみません。正則氏は、信託銀行などに勤めた後、英国留学を経て、宮内庁に勤務されました。その後、外務省に転じて、在デンマーク一等書記官などを務め、現在は本省に勤めていらっしゃいます。このように、天皇家にとって旧岡谷の宮家は、身近で、心強い存在だと言えるでしょう。そして、正則氏の長男と次男が愛子様のお相手候補として、注目を集めているのです。もちろん、現時点では、あくまで噂の息を出ず、確たる証拠はありません。茅家の長男は、愛子様の後、6歳年上だと言われています。この方は、愛子様と同じく、幼稚園から高校までを学習院で学び、早稲田大学、政経学部に進学して、神戸製鋼に就職されたそうです。愛子様との噂が絶えないのが、次男の方です。この方は、愛子様の3、4歳年上で、兄と同様に、幼稚園から高校までを学習院で過ごし、早稲田大学、理工学部に進学されたとのことです。ご兄弟ともに、学生時代は、武道やアーチェリーなどのスポーツに励まれ、文武両道の精神を体現されている方だそうです。また、礼儀正しく好青年であるとも、評されています。お二人の父君である茅正則氏は、天皇皇后両陛下とも、懇意にされている方であり、愛子様のご結婚相手としては、うってつけではないでしょうか。とはいえ、結婚は何よりもお二人の意思が尊重されるべきことです。このように名前が取り沙汰されることで、ご本人たちの生活に支障をきたしたり、お二人が前向きであっても、話が進みにくくなったりする可能性もあります。皇族の方々は、一挙手一投足に注目が集まりますから、周囲や国民は、静かに見守るのが賢明だと思われます。愛子様は、2020年に、学習院大学、日本語、日本文学科にご入学されました。しかし、コロナ禍で徹底的に外出を控えた生活を送られたため、ご友人と直接顔を合わせる機会がほとんどない大学生活を過ごされてきたと言えるでしょう。それでも2023年に入り、コロナ以前の生活を少しずつ取り戻すことができ、新しい出会いも増えてきたはずです。2021年3月に行われた青年会見では、愛子様はご結婚について理想の時期やパートナー像を問われました。愛子様は、一緒にいてお互いが笑顔になれるような関係が理想だと考えていますとおっしゃっています。そして、結婚はまだ先のことのように感じられ、これまで意識したことはありませんとも述べられました。確かに現代の日本では、二十歳で結婚について明確なビジョンを抱いている人は多くないでしょう。やりたいことがたくさんある年頃ですから、結婚について具体的に考えるのは時期尚早かもしれません。何より結婚は当事者同士の気持ちが何より大切です。皇室の存続のために政略的な結婚をさせるようなことがあってはなりません。今上天皇と雅子様は互いに支え合い、会話の多いご夫婦として知られています。鳴人親王当時が雅子様にプロポーズされた時、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますと誓われた通り、雅子様を守り続けてこられ、2023年にはご成婚30年を迎えられました。そんな理想的かつ模範的なご夫婦の下で育ち、身近で見てこられた愛子様がご結婚に前向きなのは十分に考えられます。そして、愛子様もご両親のように優しいお相手と幸せな結婚をと願う声が多いのは、愛子様が国民に広く愛されている証でしょう。しかし、皇室には、
皇位継承問題という大きな課題が未解決のまま残されています。現行の皇室典範では、皇位継承者は皇統に属する男系の男子と定められているのです。そのため、このまま愛子さまがご結婚されると、皇室を離脱することになります。現在、愛子さまの世代で皇位継承権を持つのは、悠仁さま、ただお一人です。皇室の活動を安定的に維持するには、愛子さまのご結婚の有無に関わらず、皇室に留まっていただける制度の整備が求められます。また、皇族数確保の方策として、皇統に属する男系男子、つまり、旧皇族を皇籍に復帰させる案も浮上しています。かや家のご子息は、まさに、皇統に属する男系男子にあたります。仮に男系女子の愛子様とご結婚され、その間に男子が生まれれば、そのお子様は男系男子となるのです。その場合、愛子様はご結婚時に皇籍を離脱されますが、男子をご出産されれば、将来の天皇の母、もしくは旧皇族の妻として、皇籍に戻られるという考え方もできます。こうした経緯から、旧家屋の宮家のご子息は、愛子様のお婿さん候補として、または皇籍復帰が期待される、旧宮家として、国民の注目を集めているのだと思われます。また、他の旧宮家に、愛子様のご結婚相手として、適当な年齢の方が見当たらないことも、かや家に注目が集まる要因と言えるでしょう。ただし、周囲の人々が、お二人の結婚を決めたり、強要したりすることはできません。しかし、愛子様が、かや家のご子息と結ばれれば、皇室存続の可能性は広がります。皇族の減少により、存続の危機に直面している、皇室の未来を憂う国民にとって、悠仁さまのご子息だけでなく、愛子さまのご子息にも、希望を託してしまうのは、自然な心理ではないでしょうか。もちろん、女性天皇や女系皇族を認め、愛子さまを女性天皇にという意見も根強くあります。あるいは、皇族女子が結婚しても、皇室に留まる女性宮家の創設を検討すべきとの声も上がっています。ただし、そのためには、皇室典範の改正や、特例法の制定が必要となります。一方、政府は安定的な皇位継承の問題を先送りできない課題と言いながら、問題解決に向けた具体的な動きを見せていないのが実情です。2022年1月、岸田文雄首相は、皇位継承問題に関する政府の有識者会議の最終報告書を国会に提出しましたが、それ以降は全く進展していません。現行の皇室典範に基づくと、今上天皇の次の皇位継承権者は、秋篠宮文仁親王と、そのご子息の悠仁様、明仁上皇の弟宮である、常陸宮正仁親王のお三方だけです。しかし、小室圭さんと眞子様ご夫妻の結婚をめぐる報道により、秋篠宮家に対する国民感情は悪化していると言われています。そのため、多くの国民が納得する落としどころを見出すのは容易ではないでしょう。皇位継承問題は、皇室の歴史と伝統を守りつつ、皇室典範の改正も視野に入れて考えていかなければなりません。個人的な事柄でありながら、日本全体で議論され、感情的に語られがちな愛子様のご結婚相手ですが、皇位継承問題解決の糸口を見つけるには、愛子様のお相手だけでなく、日本の皇室の将来を見据えた視点を持ち、国民全体で冷静に考えることが肝要だと思います。ただ、自分の結婚について知らない、第三者から意見されるのは、不愉快なものです。実際、愛子様がどのようなお気持ちでいらっしゃるのか、私たちにはわかりません。何より愛子様に幸せになっていただくことが一番大切なので、静かに見守っていきましょう。今回ご紹介した内容について、海外からも多くの声が寄せられているので、その一部をご紹介します。愛子様の意思を尊重して、好きな人と一緒になってほしい。愛子様は、きっと立派な方を好きになると思う。できれば結婚後も、皇籍を離れずに、天皇皇后両陛下を支えていってほしい。これから訪れる様々な出会いを大切にしながら、ゆっくりと結婚相手を見つけていってほしい。日本人だけでなく、世界中の人々が愛子様を静かに見守るべきだと思う。愛子様は素敵な女性だから、誰よりも幸せになってもらいたい、といった声が届いています。
愛子さまのご結婚は、現在まだ22歳という若さにもかかわらず、多くの国民の関心事となっています。それは、愛子さまや天皇皇后両陛下への注目度の高さもありますが、国民が皇室の今後の在り方について、強い関心を抱いていることの表れでしょう。皇室制度を将来にわたって維持していくには、まず、皇位継承の在り方について、真剣に議論することが求められます。今後は、さらに国民の関心を高め、積極的に議論を進めていく必要があるのではないでしょうか。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や、感想も、コメント欄でお待ちしております。そして、皆さんの応援が励みになります。また、次回の動画でお会いしましょう。